皆さんこんにちは、リュナリサのリュナです。はい、今日なんですけど、リリちゃんの俺への愛の深さを確かめていくっていう検証の企画をやっていきたいと思います。はい、早速今日の企画は、もし彼氏がおしゃれして同窓会に行くと言ったら彼女はどんな反応するの。はい、ということで、まあ今日はね、前回動画で撮った元カノと電話ドッキリみたいな時に、別になんか結論ね、なんか同窓会行ってもいいよってリリちゃん言ってくれたんですけど、実際にね、俺がスーツでビシッと決めておしゃれして同窓会行くって言ったらね、行かしてくれるのかっていうのをね、今日はね見ていきたいと思います。今日はね、このスーツでね、ビシッと決めてるわけで、ちょっと俺のガチ恋が増えんじゃないかなってちょっと不安なんですけど、まあそれはさておき、まあリリちゃんはね、結構嫉妬しいなところがあってね、俺がこんなかっこよく決めてたらね、さすがにそんなかっこいい状態のリュナさん行かないでよって多分言ってくれると思うんで、願望。まあね、ちょっとね、どうなるかわからないんですけど、まあとりあえずね、同窓会に今から行くよみたいな感じで行ったら、どんな反応してくるのかっていうのをね、撮っていきたいと思います。それでは、行ってみーよ。チャンネル登録よろしくね。できた。終わった。ちょっといつもと違う感じでね、おしゃれしてみた。え、決めすぎじゃね？かっこいい。どう？かっこいい？かっこよくない。いや、かっこいいだろ。え、なんでそんな決めてんの？え、同窓会だよね、今日。そうだよ。え、同窓会行くのに、なんでそんななんかスーツみたいな。まあ久々会うからな。そんなやつルナさんしかいないで。いやいやいや、そんなことないでしょ。やっぱ久々会うからなんか大人になった姿見せたいし。何、カッコつけたいの？ちょっとカッコつけたい。初めての動画。いや、マジであの動画見てさ、本当にさ、なんか連絡してくれると思わなかったから、俺めっちゃ楽しいけど、本当にマジで会うの久々やから。いや、でもそんな決めることないと思うよ。もうちょっとラフな方がいいよ。いや、なんで？だっておしゃれしていきたいもん、マジで。え、何狙ってんの？狙ってないって。狙ってる感じ？狙ってない、狙ってない。いや、決めすぎでしょ。何、もうプロポーズしに行くみたいな格好だよ。花束持ってそう。花束持ってそうだよ。こっから指輪が出てくるよ。いやー、かっこいい。今日は俺モテるわ。あ、ほら、モテた。あ、いや、ちょっと待って、口滑ってる。モテに行こうとしてる？全然。え、それはさ、違うよ。モテに行くんであれば行かせないよ。いやデニムにカーディガン着てでいいよ。いやいや、そんな大学生ファッションでいき、持ってきてあげるよ。大人の色気だよね。あ、何？本当にあれやん、それは。何よ、それは。何、本当に。え、かわいい、嫉妬してる。俺がかっこよすぎて嫉妬してる。なんか俺がさ、イケメンの時ってちょっとツンとしないリーちゃんって、なんかかっこよく決めてる日ちょっとツンとするよね。なんで何、俺が取られちゃうとでも思ってんの？何それ。着替えた方がいいよ。なんで着替えた方がいいの？とりあえず着替えな。なんで、別にかっこいい格好で行くんでいいじゃん。何が嫌なの、かっこいい格好で行って。浮くよ。いや、浮かない浮かない。リュウさんはリュウナさんが浮くことを心配してる。違う、あ、なんだこいつ。本心言えよ。ズンズンばっかしないで。なに、本心は何なの？かっこよすぎるから服着替えて、ブサイクな顔して言ってくださいね。でしょ？そうでしょ？え、そうなの？本当にそうなの？ダメ ダメ、自分の口で言って。ダルギで言って。いや、無理、自分の口で言ってくれんと俺もう分からんから、マジで。いや、分かってたじゃん、分かるじゃん。なに、着替えよ、着替えよ。そんなに、なに、嫉妬してんの？着替えよ。俺がかっこよすぎるの嫉妬してんの？リサなんてこんなダルギアで。ちょっと待って、インしてんの？最近寒いから。ダンサー。はい、いいだろ。はい、リナさんもうこんぐらいのダサさでいって。ダサければ俺は誰にも捕まらないって思ってる。うん、それは俺を甘く見すぎ。え、マジで俺を甘く見すぎ。なんで？本当に俺どんなダルゲしてってもモテるはモテるよ、リアルに。え、俺モテるから。マジで？いや、とりあえずこの格好が決めすぎてキモい。いや、だって別に。ムカつく。いや、違う。ムカつく。これだから。帰ろう。え、じゃあ分かった。ジャケットはせめて着ていかない。あ、そうだ。香水も選んでもらおう。
今日シャネルのチャンス、チャンス掴みに来てるからチャンス。最悪だ、行かせない。シャネルのチャンスって。それは行かせない。他どうしようかな、何しようかな。ディオール？ディオール？ディオール？行かせない。それは冗談やけど。ダルビーにして。ダルビー。上下ジャージでいいんじゃない？ジャージ着てきなよ。何？ジャージ着てきな。さ、前髪ももうちょっとさ分けてさ、ちょっと顔あの顔ビジュアル濃くしてると思います。なんで？なんかさ、ああ怖い、この格好で言ったらリリちゃん後ろからついてきそう。決めすぎなんだよ。メイクもバッチリしてさ。まあ、普通におしゃれしていきたいからさ。毛玉いっぱいつけとく。なき方違う。ああ。まあというわけで今日ジャージでは着ません。いや。今日はおしゃれしていきます。地になってしまいまあ、ほんと俺この格好で行ったら多分モテちゃうな。普通に行ったってモテるけど、この格好やったらめちゃくちゃモテると思う。ほんとに痛いモテるとか言うな。それは冗談やから。モテに行くの？モテたいの？モテに行くんだったら話違うし、まあ、別にいいけど行っても、その格好で行きたいんだったら行ってもいいよ。もうマジ行くわ。いい、前も家ないから。そんなん言うんだったらダメ。もう狙いに行ってるんだもんこれ。それでさ、いや別に、ね、行こう、うんって言ったし、行くのがありえない。本当に最初はなんかふざけてんのかなって思うけど、本当にそれで行こうとしてんじゃん。それは違う。同窓会に行ってもいいって許したこと自体理想の中で大きい変化なのに、それでなんか調子乗ってさ、かっこつけてさ、なんかモテにくいってね、かっこよく見られたいじゃんとか言ってるのがありえない。じゃあ別にこの服で行くことに関しては別に問題ない。この服で行くのがダメって言って、ジャージで行ってくれる？ジャージで行くならいいよ。やだ、ね、かっこいい方が良くないんだって。でかっこいいのはリサの前だけでいいじゃん。別に他の女にかっこいいんだ俺みたいなしなくてもいいじゃん。なんでだよ。なんでだよ。だってかっこよく思われたい。え、他の女の人に？そんな怒んなくたっていいよ。もういいよ、それで言ってるよ。うん、じゃあいいよ、俺もこれでいくわ。もう、鍵手閉めるからね。もういいよ、知らない。あ、もう帰ってこんな。はい、なんだ、むかつく。うんうんうん、知らない。あんなうんち知らない。チャンネル登録よろしくね。兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん、出てねー。着替えてきたよ。え？着替えてきた。あ、なんかね、これで行くよ。このお腹これで行くんだよ。かわいい。何？これで満足か。え、ほんとそれで行くの？うん、違う、違う。同窓会自体嘘です。え、誘われてねんだよ。え、行くって言ったよね。誰も誘ってくれない。え、何なに、なに、同窓会誘われてないんだ。誘われてないの、皆さん。誘われてないんだ。誘われてない。人生で一度も誘われたことない。だから少しどういう気持ちになるのかなって誘われたら、かわいそうって思って、ちょっとね、今日はドッキリにして、自分も本当に同窓会行く前ってどんな気持ちなんだろうっていうのね。だからイケイケだった。そうそうそう。けどあの服着て出てることないかな。姉ちゃんと出た時いいか。チャンネル登録待ってるよ。はい、ということで今日はリリちゃんにとある検証を行っていました。くそ、なんで誰も俺のこと同窓会誘ってこないんだよ。あのね、かわいい、ちょっと気が荒ぶっちゃった。これのが似合うよね。俺ほどこういう関係で心から安心できる男性いないよね。
いないと思う。かっこいいちゃん安心できる。友達、マジで、うん、女友達なんていないから、ね、リリちゃんからしたらね、うん、もうめちゃくちゃ信用に当たる人物だと思うんで、まあ皆さんもね、俺みたいな男性を見つけてください。まあ本当にね、そういう浮ついた話とか本当にないし、ないし、レナリさんやるまでは SNS やってない人だった。そう、一切やってなかった、ね、インスタ全然知らないもん。知らない。なんか未だ使えてない。いや、だからこの間浮気ドッキリみたいな浮気 DM やった時に既読つくことに俺インスタも既読つくのみたいな。はい、というわけで今日の動画は以上になります。この動画が良かったら、リュナさん超かわいそうだなって思ってくれた方がいたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもいっぱい書いて俺を励ましてね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。